な。じゃあ今日はですね、うん、あのトリーバーチさんのタイアップ第2弾です。おかわり？おかわりなんですよ。ありがとう。題して、うん、トリーさんちが新作出したからコーデ組にお邪魔しなきゃ。やったー。あれから1年ですよ。もう1年経つの？どうしよう。早い。こうやって人生すぐ終わっちゃうかもしれない。でも私前回びっくりしたのが、シューズとかバッグとか小物がすごい素敵なのは知ってたのよ、トリーバーチが。でも、お洋服、全身リュック組んでもすごい素敵だったの。で、結局私あの後お買い物したやつは、うんうん、結構ファームでも使わせていただいてるし。楽しみですね。どうしよう、時間いっぱい取ってくれてる。どうなんですか、全然ありません。あ、だね。なんでそこにね、なんで学ばない？いつもさ学ぶの間違ってる。見てほら、黒子になってるなんかシートと同じ色みたいなとこじゃないの、ね、今日なんかいらないのそのいじり。トリバーチ行くのにここに合わせてきたの、アルファードに合わせてないんですって。合わすならトリバーチに合わせたい。楽しいね、久しぶりにこのメンバーで。いや、そうだって最後さ髪色変えてるもん、うん、今日のタイアップで合わせてこの色にしたの、昨日の夜。すごい。クライアントさんに寄り添う。トリバーチ仕様だから今日。トリバーチのためだけだよ。社長。よ。前回のトリバーチ、サイコさんも言ったようにですね、ファッションもこんなにいけてるんだみたいなことがすごい多かったんで、うんうん、今回もですね、コーデを3選選んでいただいて、得意得意。その3つのうちのやっぱベストも聞きたい。あー、そんな感じだった。サイコズベスト。そうよ、そういえばあなたたちすごい私が試着してる間にすっごいはしゃぎまくってたけど、おとなしくしとくんだよって。もう絶対に何もしません。そうでしょ。もう誓う誓う。誓って。お待たせしております。お待たせしております。はい。うとうです。よろしくお願いします。安心だわ。安心感。帰ってきた。帰りなさいませ。ただいま。すごい、もう早速もうおかばんが。さあ来ました。あれですよね、1階がおかばんで、2階がシューズで、3階がアパレルですよ。はい、やっと覚えてる。今すごいの見つけた。私これまんちゃんと話してるけど入ってきてる。いやいや、もう気になる。はい、カエルのバックパックになります。触ってもいいですか？手に取ってもいいですか？かわいい。あこんなおしゃれなハエちゃん見たことない。あれですか、ショルダーにもなって。かわいいわ。でもかわいいですね、はい、あ、確かに1回ね、サイコさんもちょっとどんな感じで。わー、口からいっぱい出てくる。あれなんですか、リュックサックみたいな。そうです。このあ、いい後ろ姿。待って、一応お伺いしてもいいですか。はい、11万カエル様ですね。王様、カエルの王様。トナの王様カエル。キングオブ。もうここで時間の終わっちゃうから。お姉ちゃんばっかり。右側が新作のアイテムになります。この形売れてるんですか？そうですね、今季初めて登場するんですけれども、うん、ニモノグラムトートといって、色面が違うお色に。あ、本当だ。はい。この色可愛くないですか？可愛い。どう？シミラーコーデ的に。いいですね。買って。買って多いな、今回。ね、ちょっとやっぱりさすがにね。トリーさんに届けましょう、ちょっとその言葉。言葉がすごいちっちゃくなってる。ちょっとカエルの11万でもやっぱドキッとしてる。もう一色あるの？3色展開で、ブラック、カーディ、ブラック、バーガンディの3色展開ですね。ブラックも。でも私はこれかな。マンちゃんどれ？私このブラックかな。持つとしたらこっちかな。決まった。プレゼント買いに来たわけじゃないから。違う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 俺からのプレゼント企画じゃないの。違うんだ。だってうちらちょうどなんか一回車から戻そっか。なんか企画が分かってない。アニバーサリーじゃん。今日だって誕生日。誕生日一人ですよね。私も誕生日もうすぐだから。なんだお前ら。欲しくなっちゃうのもん。わかる。でも欲しくなりますよね、これはね。これすごい使いやすそうですね。使いやすそう。これも可愛いね、私結構あれで、あの海外旅行行くときとか絶対に持ってて、うん、あ、こういうの、そこで、あ、そうですね、スリに合わないようにめっちゃホールドしていくっていう。あ、そっか、うん、私ね、一度もスリに会ったことないの。だって強そうだもんね。そうだね、あなたはあれと違うね。
多分あの3の人たちも見極めてあやばいよ。あ、似合いますわ。しかもなんかベルトもちょっと違うんですね。同じ形、はい、同じ形だけど、なんかデザインも可愛い。ここからシールが入ってさ、これはお父さんブルーペの方です。おー、カエルちゃん、うん、むしろカエルちゃん安く買えたらいいこっちはいくらですか。あ、10万円切っております。10万円以内なの、ね、こっち可愛いね、この形ついて、もはやもう両肩に良いいですね。いろいろ持ち方できるから、ね、あー確かにそういう持ち方、こう持ったり、うん、ショルダーになるんだよね。動きやすいな。ロイヤーってやっぱいいよね。いいです。似合ってるよ、これ似合ったらもらえるってやつ。似合ったらもらえるって何？ちょっと待って、すぐそっち行くやん。決められないぐらい可愛い子だね。これ、なんちゃん見てこれ。あ、これ可愛いですね。このスタッツがすごい可愛い。スタッツ好き。形違いで出してくるよね、トリーさん。お久しぶりの階段だよ、まんちゃん。いやもうこれ、いつ見ても素敵ですね。素敵。なんかパートが変わった？ご一緒です。あ、ご一緒ですか？すいません、失礼しました。いつ来てもこうなんか新鮮な気持ちでね、こう。可愛いよ、やっぱりソファ。ね。覚えてる？覚えてます。欲しい。なんか前回さ来た時に私トリーバーチのさ、うん、シューズね、そこから履いてるんだけど、うん、めっちゃ歩きやすいの。ずっと履いてた。ほぼ毎日。いやでもね、使ってもあのねベージュのやつです、ね。それ。スニーカーはじゃあもうトリーバーチで。トミオ。新作のテリーバグスニーカーが。テリーバグ？テントウムシ。テントウムシ。どこにテントウムシ、はい、この丸のシェイプだったりロゴ自体がもうテントウムシをイメージしてデザインされてるんですけれども、そうなんだ、はい、幸運を垂らしてくれるデザインです、ね、はい、やっぱでも前もね、やっぱなんかあのそう、あれ後ろの、そうです、そうです、あのグッドラックの履物がね、幸運を呼ぶっていうのがやっぱりあるんでしょうね、はい、ブラックスニーカーの色違いで、ね、これが履きやすいってね、さやこさんがおすすめのやつ。これはメンズになるんですか。いや、25センチだったり26センチの男性の方でしたら履いていただけます。27はデジャブ、デジャブながらご用意か26だからもう私はね、シンデレラとしてやっぱ生まれてきてるんです。何の話？ニューヨークにもある。入れなかった。やっぱニューヨークだ。ニューヨークにもある。ニューヨーク行きましょう。ちょっと飛んでいって。なんで？青い鳥。青い鳥。シューズ可愛いね。可愛いですね。ちょっとパキッとした感じ。ねー。シューズ可愛いな、トリーバーチ。これも好きだなぁ。フラット。ドライビングシューズ的な？はい。後ろ部分もしっかりと。あ、あれと一緒？はい、あ、うん、買います。今ね、ガチで買うときの顔してた、ね、やっぱ違う顔するんだよね。あ、なんかいっぱいある。クササギも素敵。なんだこれ、何のモチーフ？魚、ね、なんかでもウルトラマンに出てきそうな急にチープじゃないいいですか、撮ってみて。え、なんちゃん似合いそう、これ。あ、まんちゃん持ってそう。本当？こう持てないで、うん、こう持つんですね。おしゃれ。似合ってる、うん、強そう、強そう。ひげ丸くなったの、これで。やめて。これが、俺の梱包じゃない。ランプシードの形から。あー、目も素敵だね。お弁当箱とかいいね。おめほっこりするね。絶対汁物入れないでね。絶対シェリーも可愛いな。こちらもあるんですか。いや、あとで小物もね、ちょっといくつかピックアップ。かわいい。かわいい。大丈夫かな。おぉ見て見て。遊園式。絶対似合う、それ。なんか
っとジャージー多いね。ね、そうなんです。今期の秋物のコレクションがですね、大都市のニューヨークシティからインスパイアされてて、ちょっとカジュアルアイテムが多いですね。だってこうやって合わせたりとかさ、ちょっとこのスポーティーなんだけどちょっとエレガントのやつも、色違いも、わお、こちらの色味はぴったりかな。こんなおしゃれなジャージって言っていいのかな。リゾナーレで着てたあのジャージとは全く同級って書いてあるんだ。唯一無二だけどね。なんで買いに来てくれましたか。なんで買ってだって書けないでしょ、名前。青似合いですよ。この色好き、やっぱりちょっと髪の毛のトーンも暗くなってて、なんかすごいなんかね、マーベル感、マーベル感、なんかスーパーヒーロー系、あーかっこいい、かっこいい。いやいやいや、ミステリー、ハルクみたいな。ハルクスーパーインマンとかさ、他にもいたでしょ。これかわいい。あ、これはもう間違いない。こちらの柄はもうザ・フラワー、うん、っていう柄の、うん、ザ・フラワー、はい。私ベストとかにこういう格好とかで白 T 入れてきたりとか好きだな、うん、かっこいい。あとこれ好きなやつ、ね、まっちゃんに色が入ってきてるやつ、作ってる途中のタイトル、作ってる途中、作ってる途中に、あ、そうです、はい、まだ私です、そうです、そうです、優しい、そうじゃないでしょ、これコンプリートしてるよこれさ、罠にはめられてますよ、サイコさん、これでも全部サイコさんって好きな、いや、そうだよね、また、まあ、ただこれであっち見たよ、やばい、さやこさんが好きなやつ置いてるでしょ絶対、はいはいはい、その通りです、すごい、いつもかわいい、うーん、かわいい、好き、色味もいいですか、あ、T シャツ、へー、あ、T だ、本当だ、開けてみていいですか、はい、あ、ニット気持ちよかったんですよ、去年本当に大変お世話になりました。寒い大田原の冬をおかげさまで越せました気持ちよかったの、カシミヤニット、うーん、しかも結構周りの人からも結構好評だった、そう、すごい言われた、どこのですかって、ハッピーバーチですっていうくだり、へぇ、好きだもんな、お父さん分かってるな、私のことちょっとじゃあ着替えようかな、あ、もう決まったんですね、今見てる中で、うん、さすが、じゃあちょっと着替えてきます、はい、はい、お願いします、かわいい、かわいい、そうでね、素敵、素敵、結構立体的なドラマチックなコートをワンピースのように着てみるという、ね、形がすごく綺麗 でちょっとね、これあの私よりもサイズが大きいんだけど、はい、でもまあ着れなくないな、でも言うても身長が低いから目線を上げるためにここにちょっと柄物をちょっと中に合わせてみて、さっき言ってたこのバッグ、このバッグが選ばれたんですね、からし色って言ったけどマスタードちょっと差し色で入れてみて、靴もそうなの、こういうローファーチックなものに靴下合わせるのが私はすごい好きだから、しかも靴下もちょっとなんかクシュッとさせるのが、そうそう、なんかピッてやらずに、履き方って中途半端な感じとか、かわいい、もうすでに履きやすい、痛くもなんともない、そう、新作のローファーです、かわいいそれ、でアクセサリーもトリバーチのアクセを合わせてみて、全身オールコールしてます、へえ、ボタンのところもすごいなんか面白い、なんか普段これ後ろじゃないですか、なんかね、わざとなんだよね、おしゃれ、あー、素敵、じゃあ2着目いきましょうか早い、今日早い、早いですよ、早いいつ気づくかお願いします、え、あれ、おじさんかよ、はい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 、出てけ素敵、素敵じゃない、いや素敵、これをちょっと主役にして色で遊んでみました、で、あの作り途中は、あ、前掛け、前掛けではない、ではない、こうやって T シャツとね合わせて、いい、まあ、ネイビー合わせからのここの色合わせが可愛くて、小物は白でまとめてみた、おお、本当だ、シューズも、これは私が前回ゲットさせていただいたシューズでございます、まるちゃんも着てみた、あれ、あれ、え、ちょっと
バッグが変わって青いバッグしてたじゃん。え、自分のもののように使ってる。可愛いけれども。これめちゃくちゃ可愛くないですか。めちゃ可愛い。これそれマンちゃんの。違う、青だった。あれ来た時から、私来た時からこれだよ。ねえ、おとなしくしときなさいって言ったでしょ、あんたたち。え、何ねえ。かけちゃうんだよね。レディーバグ、レディーバグ。ちょっと、え、あんたたち、やりたい放題やな。おしゃれセリフ。そうだ、ダメだよ。違うな、これね。伊藤さんも全部持ってきてくれた。嘘でしょ。あ、グルだったの。ありがとうございます。これこれ、買ってあげるよ、私が。うえぇ、もうだってここまでしてもらったんだもん。ありがとうございます。社長、いつもより素敵だろ。これは社長かもね。マジで。でもそれにこれを肩からかけてかけちゃった。これを見せつつ、おしゃれ。じゃあ、いや、もう、どうしよう。どうもしないから大丈夫だよ。じゃあ次の、はい、好きだよ、このコーデ。いや、素敵です。お願いします。おい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 、さて、2回目だよ。1回目もダメだよ。素敵。いや、かわいいわ。女子やってみたよ。さっき見つけたスニーカーをガーリーで合わせてみる。上級者。ちょっとトートの持ち方もね。そうだね、ちょっとこだわりだから、これは。あ、そうやって持つんだ。実際はこうはいかない。なぜなら私の荷物はすごく可愛い。リバーシブル。そう、リバーシブル。このバッグか。ちょっと黒の方に選んでみたけども、すごいドリューミー。こんな、こんな生地使うっていうぐらい使ってる。ちょっとこのニットの上に乗せてみるっていうのがちょっとワンポイントかな。で、リングも。かわいい。そうで、お耳も。それ小物もいっぱいあるんですね。アクセサリーやったじゃん、さっきいっぱい。一瞬で見定めてたんです。さすが。これとこれとこれ。怖い。襲った怖っていう。怖い。番組を見ないでくれ。でもね、素敵です。いやいや、お任せでないから、そんなブリンコしたって。何それ、どうしたの。ちょっと、あんたたち。どうしたんですか。カエルまで行く。あんたがどうしたの。あんたたちいい加減にしなさい。見てこの調子の乗り方。こんな調子の乗り方ある。ちょっと貸してそれ。この格好にこれとかもある。いや、こう、あ、似合う。あ、かわいい。あ、仕方ないから、じゃあそれは最後さんに。待って、売れるの。ありがとうございます。何にもちょっと若作りしちゃうのは嫌なのよ。だからこういうガーリーなものを着たいときこそ上質なものを選ばないと。なるほど。素材に助けてもらわないと。こういうのとか、こういうのとか、こういうのとか、こういうのとか。うわー、すごい。いや、でもテンション上がる。ありがとう。楽しかった。ありがとうございました。素敵なコーディネートをたくさん見せていただいて、ここはあの VIP。普通に来るよね。そう、私はもうもうなんていうの。顔パス？はい。いや違う。サブが顔パスだけど、私はもう居候。なんていうの。居候。一番ややこしいの。入んない。はい。見つけられなかった素敵なものたち。うん、ちょっと持ってきてもらったけど、見てこのちっちゃいさ。ね、なんかこれ。このサイズ感かわいいね。見て。ショルダーも2種類ついてます。これおいくらですか。税込みで99,000円です。ああ、10万切ってる。これもお似合いでしたよ。こちらね、2サイズあるんですよね、はい。こちらのバケツバッグタイプは今季の新作のデザインで、そのサイズだけになります。わあ、いいなあ。悩む。いいなし、こういうね、こういう色のランドセル憧れてた。あ、わかる。ランドセルの話。赤がさ、黒だったの。しかなかったよね。うん、うちらのさ、10年後くらいさ、いろんな色さ。私ね、10年後じゃない。うちの下。いい、割と取れた。いいじゃん、ね。私は10年後じゃない。クラス1人ぐらいはカラーの子いたの。これ、おいくらでおっしゃるんですか。16,600円。あ、ちょっとバケツタイプはね。これはおいくらです。そちらが6万円。えぇ、おぉ、おぉ、ちょっと安く感じたけど。違う。さっき言ってたの録画してるよね。してる。買ってあげるよ、私が。うぇ、リピートしててね、ここで。うん。でももうあの瞬間だけだから。ええ
ね、これでもね、ここでありましたよね。確かに。確かにありましたよね、これのね。これ、6万円なんですね。はい。すごい、でも。これも買って帰りましょう。いいよ。これお願いします。済ませていただきます。お内観様のやつ。お内観様や。2体目かな、一番好きなの。おー、フラーで遊んだスカート、 あれ好きだなぁ。私結構1体目もすごい好きです。1体目も好きだった、あのドラマチックなコートで、ドラマもすっごい可愛いコート。これ来年も着たい。ほんとですよね。年に1回の楽しみにしたい。2022秋冬フルバーチ、可愛かったよ。みんなもお買い物来てね。どこにあるんですか、全国だと。百貨店には入る。はい、そうか、そうか。銀座店とオンラインが。あ、オンラインもあるんだ。それはいいですね。じゃあ今日あの紹介したコーデもオンラインストアでも、はい。あ、それはいいね。うん。ちょっとなんか今日もファッション結構バリエーションでいろいろ提案してみたから、うん、皆さんもぜひちょっと参考にして、欲しいのあったらポチッしてみてください。楽しかったー。ありがとうございました。またねー。今年もありがとうございました。ご案内していただいて、たくさんね素敵な商品を。本当に楽しかったです。ありがとうございます。応援できてこちらこそです。また帰ってきます。来年お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。